時刻は間もなく12時になろうとしているところです。どうも僕です。もう気づきかと思います。あの企画です最近ね、チェイサーとかマーク2、まあ、うちの谷口自動車ではそういう車をメインに扱ってるんですけど、まあよく売れますね。まあ、オークションとかで買ってきて、まあ、最近はね高額なんでね、なかなかいい車を仕入れるのが大変なんですけど、でもねいい車入ってきてそれを修理して、まあ20年も前の車ですからガタガタですよ、まあ、それをね直して、すごく調子よくなるのがねもうとても楽しくて、まあ、その中にはやっぱりこの間みたいにね北海道の方とかそういう地方の方で買っていただくケースが結構あるんですけど、今月ねそれがちょっとね溜まっててね、たまたまいくつか溜まってて、それをね納車行かなきゃいけないんですけどね、あっち行ってこっち行っててやらなきゃいけないんですけど、誰か納車手伝ってくれねえかな。そうだ、電話しよう。マジで寝てるな、これ。はい。アマちゃん。はい。納車手伝ってくんねえかな。この前さ、ちょっと遠かったよね。ちょっと遠かったですね。まあ、前回は北海道。ね、もうまあ大体この電話でお察しかと思いますけど。何のことかお察しかと思いますけど、前回はカメラ回っとんだろうよどうせはい、その通りです。あのさ、前回さ、はい、北海道何キロ走った、浜ちゃん。あの最後厚岸だったっけ、はい、別海町で見た時は2300か400だったよね。まあ2000キロぐらいだったよね。そんな浜ちゃんに、うん、ね今回はね、あーもう聞きたくないこれうん、と、さらなる限界を超えるチャレンジをする、 Yes or No。 Yes or No、 もう No でいいかよ。いや浜ちゃんね、あのねこれね3日で達成できた場合はもう10万円差し上げます。浜ちゃんのさトラックさ、あれさ何キロ走ってる今。結構走ってるよね。82万キロ。もうすぐで100万キロみたいな感じだよね。そんな浜ちゃんのね、うん、トラックね、まあ、今回のタイトルも言っちゃいます、先に言っちゃいます。80万キロ走行のトラックで2600キロの納車旅、イエーイ。電話切ろうかということで浜ちゃんね、2600、ね、あんま深く考えずにとりあえずね、通常だったら今から来てって今まで通りだったそうなんだけど、あのね、うん、朝7時ぐらいに来てあのさ、はい、僕今寝とったんだよ、はいはい、別に今じゃなくてよくねそれはとりあえずどこ行くかはその時説明しますんで。もうね、でも2600でしょ、まあ深く考えない、深く考えない、うん、はい、うん、じゃあまあいいからいいから、じゃ あ、ね、いい朝7時ね、はい、じゃあねバイバーイはい、まあ、とりあえずね、浜ちゃん朝7時に来てくれるってことなんで、とりあえずその前にですね、今回の浜ちゃんで遊ぼう、浜ちゃんと遊ぼうの、ね、趣旨をね事前にお伝えしますとね、いつもだいたい
浜ちゃんと遊ぼうって企画は何らかのブラインドテストを浜ちゃんにかけるわけなんですけど、まあ、浜ちゃんは多分今回もまたいつものごとくなんかやられて自分のトラックに何かやられて最後に何やったか答えさせられるってきっと思ってると思うんです。でもね今回は違います。今回の浜ちゃんと遊ぼうでは何もしませんでも何もしないけど最後に答え合わせは一応しますこのトラックにでもね途中で何かやってそうな素振りはします。でも何もしないですで最後に何しましたか気づきましたか的なことを聞いてみます。果たしてあの男は正解できるんでしょうか。7時出発だけど6時半に来といてって言ったんだけどね、もう、8分ぐらい遅刻しちゃいました多分浜ちゃんはいると思うんですけどごめん浜ちゃんちょっと遅れた。おお、呼び出しといてやらかすよな。はい、浜ちゃん。はい。とりあえずね、2台積んでもらったんだけど。はい。まずは、ちょっと待った。聞きたいことあるなんか。昨日行ってた距離、はい、2台、はい、ね、はい、今2台積みました、はい、ね、もう嫌な予感しかしない。いや、このまま俺は家で降ろしてもらってよろしいですか。とりあえずじゃあ向かいましょう。名神、名神ね、名神まだ聞いてないでね、はい、名神でしょ。まず名神、うん、名神どっち方面。ほんとね、今まで行ってない方向。これまた今までさ、うん、北の方か南の方かだ、ね、うんうん、でも上の方、西の方って言うの、あれ西違う、愛知からすると北の方、北日本海側にそのまま突き進みます日本海側っすか、はい、でなぜこの時間になったかと。ああそういつもだったら2時とかでね、2時とかで今からっていう感じなんだけど、これね、俺も本当はあの時間から今からって言いたかったんだけど、いや、あの時間から行きません行きません、もう僕は。おいでもね、先方さんが、うん、ちょっとどうしても午後にしてってことね。午後にしてってことは今から午後までかかるようなところですたぶん何回もこのチャンネルで言うとるとは思うけど、はい、関車で7時間とかきつい今回そうだね、関車だね。そう、あれ初めてか。あ、違う、高知まで行ったな。高知行ったのがあるもんなんて、うん、そうだそうだ。あれも、うん、結構きつかったよあれ。これシートもうペタッと出ない。あ、そうか、これ80万キロ以上走ってんだ。そうで、だからさ、問題はさ、うん、完走できるかどうかっていうのも。ごめん、
まに死んでてもらえるのってこの車どんだけ金かかっとると思ったの。あ、メンテはバッチリバッチリ。いやじゃあいい、ね、ちなみになんだけどさ、浜ちゃんさ、うん、これ燃費ってどれくらい。あ、最近どうだろう、4とか5とかじゃない。4とか5、うん、何そのこれでも2台積むか1台積むかによって変わってくるじゃん。結構2台積んで、うん、4。あ、2台で4、1台だと 4.5 くらい。 4.5 くらい。空2だと5。空2で5、5、6いく、下手すると5、6。あとはその、うん、場所によりきり、中央道とか、うん、あの上り坂の多いところに行っちゃうともう良くない。良くない。平坦な道だと、うん、まあ、それは参考までに、うん、行かないよ、詳しく。じゃあ、とりあえず名刺じゃん。はい。白いですね。白いよ。雪残ってんだよ、これ。道路は大丈夫じゃん。道路はね。うん、道路は今のところ大丈夫。真っ白よ、これ。やばいよね、これ。タマちゃん、さ、給油するときとかさ、しっかりチェックさせて。何を？距離とか。うん、で、うん、なんかね、この車ってずっと乗ってるからね。うん。浜ちゃんの日常の足ぐらい乗ってるもんね。そうだね。うん、日常の足よりも乗ってるよね。どっちかっていうと年間こっちの方が距離多い。いやー、雪だな。雪だよ。今白鳥らへんだよ。高須やね。高須か。高須だ。ちょっとやっぱり眠くなってきたで。下ろしてやるわ。山ちゃん。はい。東海北陸自動車道を突っ切って富山まで、ね、来ました。はいはい。どこ行くんすか。え、どこ行くんすかって。山ちゃん。お、到着しましたね。はい、到着。はい。あそこに陣取ってます、山ちゃん。目立つよね、あのね、ほんと第一チェックポイントクリアですね。あ、第一チェックポイントクリアですね、はい、この後また追って指示します。はい、追って指示します。あ、追って指示します。え、なんでそれガチ。はい、無理でしょ、だって5時だよ、こっち。一回これ置いといてもいいでしょ。マジか。よし。